夜を駆け出していくつもの光にまみれ振り向いてもあの日に戻れずやっぱり居場所はないのあの店ならまた出会えるかしらあなたみたいな人にこの店ならもう忘れたかしら二人頼んだあの味もすごいいい曲でしたね僕が作ったんですレモネードっていう曲なんですけどあのいたわけなんですけどあと玉置浩二さん歌ってる方いましたね今日ねメロディーねもう玉置さん大好きでモノマネとかすごいしてますふーってやってますよいつも玉置さん玉置浩二さんそうねジャンクランドのアルバムが一番好きで幸せのランプとかもあるし、ミスタロニも、あ、そのアルバムにはないのか、だけれど、
入ってる、ミスターローリー入ってる、はい、そっか、もうすごくいい、あの本当にボーカリストだなと思って、僕もなんか目指してるというか、玉置浩二さんみたいになれたらいいなと思って、歌ってる次第でございます。今日はね、本当に喋ることが少なくて、ライブ情報とかいっぱい言いたかったりもしたんですけど、10分なので歌に行って皆さんとお別れしたいなと思います。ここからは皆さんとちょっとね一緒に作っていきたいので、もしよかったらここで、もしよかったら、ありがとう、うわー素晴らしい、うわーすごいね、さすが市川由紀、このまま、第一印象は正直怖かった、例えばそのシンクのパラ、ふしふし似せる小さな棘、離せば咲いた笑顔の花、ありがとう、冷たい北風がいつの間にかコートの隙間に近づいて、距離いたずらに触れた君の指、思い出して眠れなくて、ああ誰かに恋するなんて、それでも君は僕の前に現れるから、ご一緒に、ああこのまま離れないで、どうかこのまま嫌われないで、最初は大体みんなそう思う、これは僕なりの理論さ、冬だから、ごめん春だけど、街が綺麗だから、君の仕草が可愛く見えてるんだ、意地悪いって泣かせたり、ちょっかい出して怒らせたり、それでも君はマッサージしてなんて言うから、なんだか気が抜けちゃうんだな、いきます、ああ誰かに恋するなんて、それでも君は隣にやってくるから、もう一回、ああこのまま離れないで、どうかこのまま、市川由紀でした。